はい、皆さんこんにちは。本日は、ラベゴッドソースをやっていきたいと思います。今回鶏肉を使いますが、鶏肉の調理法は別の動画がありますのでそちらを見てください。材料です。まずフレンチドレッシングですね。それに、生玉ねぎのみじん切り、コルニッション、あとケッパー、パセリ、まずはフレンチドレッシングを作ります。白ワインビネガーを小さじ1杯、に対してエクストラバージンオリーブオイルを約白ワインビネガーの3倍ぐらいの量ですね。大体これをホイッパーで、しっかり混ぜます。で酢や油はですねお好みのものを使っていただいて大丈夫です。でそこに塩コショウをします。で鶏肉はですね57度40分の低温調理して、冷蔵庫で一晩しっかり冷やします。でフレンチドレッシングに適量の薬味を加えていきます。玉ねぎとあとは、コルニッションとケッパーですね。でパセリはですねお酢で酸化して色が変色しますので、食べる直前ソースをかける直前に加えることが大事です。これでラビゴットソースの完成です。今回は鶏肉にしましたが、白身魚であるとかあとは貝類ですね、白身のものとかあと豚肉の、冷製にも合います。で鶏肉のですね皮のブヨブヨしたのがちょっと苦手な方は、皮面だけをねしっかりパリッと焼いていただいて、でちょっとこう皮面だけが熱い状態でもいいですし、そのまま焼いた後しっかり冷やしていただいてもいいですし、それでも全然美味しいと思います。ラビコットソースね酸味しっかり効いてるんですけど、最後にまたね違う酸味のレモンをしっかりたっぷり絞っていただくと、味が引き締まってさらに美味しくなります。このラビコットソースっていうのは、ね、やっぱ基本的に白身のお魚やお肉を使うものなんで、やっぱ白ワインと、ね、非常によく合いますね。冷蔵庫でねストックしておくと便利です。1ヶ月ぐらいは持ちます。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアント。